長野県上田市特別観光大使演歌歌手の野村美奈です。2018年始まって初めての出演ということで、今年も上田市へ行こう、そして野村美奈、応援のほどよろしくお願いいたします。今回の上田市へ行こうは冬のおすすめスポットをご紹介したいと思います。おい野村殿、上田市の冬のおすすめスポットを紹介するんですよね。あ、はい。この時期のおすすめはなんといってもウィンタースポーツでございます。手ぶらで行ってもスキーやスノーボードが楽しめる菅平高原スノーリゾートにございます。申し遅れた、我ら真田重勇士が一人、私は海賊頭根津甚八にございます。サスケ隊のゆえんにございまする。そして我こそは日の本一の強者、真田左衛門之助雪村なり。我ら新州へのおもてなし武将隊真田雪村と重勇士、我らこの新州上田城において来られる客人たちのガイド、写真撮影、そして歌や踊りの演舞でおもてなしをいたしておる武蔵の民を上田城で待っておるぞ。ということで野村さんが向かったのは、武将隊におすすめされた関東からおよそ2時間とアクセス抜群の菅平高原スノーリゾート。3つのエリアに11のゲレンデ、全60のコースを持つ国内トップクラスのスキー場。さらに各エリアにキッズパークもあり、子供から上級者まで楽しめます。またスキー・スノーボード用品からウェアや小物まで幅広くレンタルを行っているレンタルショップもあり、手ぶらで行ってもスキーやスノーボードなどウィンタースポーツが楽しめます。靴とかウェアとか小物など全部レンタルできますので、手ぶらでも来れちゃいますね。私も今日何やろうかなと思っているところです。スキーもいいし、スノーボードもやりたいですね。今パッと見えたんですけど、あれってもしかしてパパ丸？雪丸？すごくないですか？え、スキーできちゃうんだ、すごい。わー、すごい、すごい。パパマルも雪丸もスキーできるの？かっこいい。そうなんです、パパマルと雪丸はなんとスキーができるんです。普段はなかなか見ることのできないスキー、ご覧ください。そして野村さんはスノーキャットへ。スノーキャットとは標高2207メートルの猫岳山頂を目指す雪上車のことで、このスノーキャットを使ったツアーが菅平高原で行われているんです。スノーキャットに乗れば神秘的な景色に圧巻されます。この雪の上専用の履物、スノーシューを履いて楽しみます。さあ、頂上付近までやってきました。スノーシューを履いて準備 OK です。雪丸パパ丸も準備 OK？ OK！ ここからはゲストにガイドの有賀さんをお迎えして一緒にお送りしたいと思います。有賀さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ早速行ってみましょうか。お願いします。今回はここまで。皆さんに絶景を見せることはできるのか。そしてまさかの展開が。